セキララは、花谷俊ぐ、作、京極真、かのライトノベル作品。第九回エンターブレイニエンタメ、大正小説部門賞励賞受賞作品。ある日の夕暮れ。高校二年生の光沢小のが前えは桜と連れ立って、下校する途中、奇妙ないでたちの美少女に遭遇する。宅おのれはその美少女に、見覚えがあった。なぜなら、 厚手のマントをまとったその美少女のいでたちは3年前にタクおのが、JJ というハンドルネームで書いていたオンライン小説、蛇王先生期のヒロイン、ヒイラギビリューナのそれだったからである。お前、正気の匂いがするぞその娘がタクおのれに向かって発したこのセリフは、間違いなく、蛇王先生期冒頭で、ヒーリューナが発したセリフと同じである。なぜ、ここに 非リュナが出現したのかはわからないが、もしこの娘が単にコスプレをしているわけではなく、本当に非リナだとすれば、関わり合いになるべきではないとタクオノレは判断する。もし、下手に関わって、ジ王先生期にまつわる自分の忌まわしい過去が桜に、そして周囲の知人たちにわれたら、それは破滅を意味する。そう思ったタクオノレは、夕闇の街をひたすら逃げるが、 いつの間にか、気流なに、自宅へ押しかけられ奇妙な共同生活を始めることになってしまう。エンターブレインファミ通ー文庫館 2008年3月12日初版 ISBN9 兆7847億5774万1122008年9月11日初版 ISBN9 兆7847億5774万33422009年3月12日初版 ISBN9 兆7847億5774万7074 ありがとうございます。